おはようございます、おはようございます、おはようございます。アンダーグラウンドマウイです。今日はですね、ピヘの方に行ってクレイファンデーションセラピーコンサルティング行ってきます。これです。ゆうきこ小川さんがやってらっしゃる、あのこのクレイを使っての、ケア、スキンケアで取材してきます。どんな感じかね。このかわいいビジネスコール、よろぴくん。 Good morning. Okay, this is English version. So, I am going to Kihei today from up country where I live. I'm going down to South Shore and I'm going to meet Yukiko Ogawa and to、get theClay care, clay therapy, clay body care. I will tell you everything. よろしく。ただいが来ました。She's gonna do soap. How do you say in English? Ashu? Clay bath. Clay bath. She's preparing clay bath for me.、でも clay can't put in the metal. So I put silicon spray inside the metal can. Clay は金属にあの触れさすと錆びさせてしまったり、金属まで吸着させてしまうので、はい。金属これの。バケツなんですけど、中にシリコンスプレーをしてます。だそうです、はい、皆さん。ふぅー。これまだ仕上がってない。これからちょっとずつ。はい、素敵なお家です。リーのプレーなんですけども。This is for the dogs. はい。はい、毒だし。で、これはまあ疲労困憊してたりとか、すごい人疲れしてたりとか。疲れの、はい。はい、tiredness の人。Tired. If you're too tired, that one, then pink. これが赤。でこれは体温めたりとか、メイクヨバイを血行をこう促進させたり、血流を良くしたりして、こう体の中から温めます。忙しすぎる、まあ結構忙しいですね。OK、じゃあ気使われる人なので、あなたの直感で選んでください。 She's gonna choose for me with her intuition. This is the chair. はい、じゃあ座ってください。素敵なものがいっぱいある。ピンとイエローをゲットしました。はい、入れていいんですか、足。足、暑いかもしれないので、かかとからちょっと暑い、あちあちって、あの大丈夫かなと思うので、どうですか。大丈夫です。じゃあ、差し物を持ってください。あ、気持ちいい。Oh, feels so good. So nice. アーブウォーターが出てきました。はい、これは、レモングラス、お庭のレモングラスと、はい、レモン、あとミントと、ローズマリーと、はい、あと、お友達が育てたグレープフルーツと、ファーマーズマーケットで買ったお花、素敵フラワーインサイドハーブウォーターが今日のお飲み物です。ありがとうございます。Thank you very much. She served me a drink too. Yay. Before 私は生まれつきの顔のあざがあります。はい、クレイを乗せていってます。今日は、そうそう、麹水と、このクレイは麹水とパパイヤの酵素、はい、で溶いてます。ナイス、フィールズグーッド、フィールズグーッド。これはお肌の復活な、クレイ、そう、クレイの、クレイパックの、はい、
紅葉お願いします。クレイは、不純物をこう吸着して取ってくれる作用があったりとか、あとはミネラルを、ミネラル交換といって、こう不純物を取ったところに取るだけじゃなくてミネラルをお肌に入れてくれるので、すごくお肌の再生も早くなるし、このクレイは、ケイ素、クリスタルと一緒の要素のケイ素っていうのが50から 60% 入っているので、すごくお肌が終わった後きめ細やかになったりとか。あ、食べちゃった。ベロベロ出したらベロ。で、細かいとこはブラシで吸着する。本当だ。 I feel so 浸透なんて言うんだろう、リゾーン、リゾーン、リゾーン。今日は使い物になりませんよ、きのさんは。Oh my goodness, I'm gonna useless today. 今日はリラックスの一日になります。はい。She's preparing for hand massage. So her service is clay pack and hand massage. That's the one service. With clay cream.Clay foot bath is another different service. これがクレイを、今日はグリーンクレイを入れたクリームです。ココナッツと、あとオレンジとか、オリーブオイル、ビタミンオイル、いろんなオイルが入ってるクリームです。素敵ーハンドマッサージに入ります。はい。Begin hand massage. まず、このクリームをつけます。そして、骨と骨の間ですね。ここの間もすごくデトックスする場所なので、間にもクリーム。She said between finger is also place to detox, so she put the cream in it. I feel so good. And this is part of service, guys.Yo, this is part of service. Yay! はい、しました。Wow. ちっちゃって。She said my hands is very small. But I play bass with this. はい、パック取りました。取って拭き取ったとこです。ああ、なんかやっぱりすっきりして輝いているように見えます。で、ここに、ムーンウォーターとクレイが入ってるローションを。かけます。かけてかけてかけて。これもハーブ水とクレイと月の新月と満月の日にブルーボトルに入れて月のエネルギーを入れた化粧水です。すごい。なんかしっとり感あります。完全に。にがりとかもちょっと入ったりしてます。プルプルです。なんか肌が気にならない。嬉しい、嬉しい。Actually, this is second time I come here. And I noticed the result immediately after first session. So that's why I wanted to come once a month. Then I wanted to interview her because this is really great service. ただクレイファンデーションつけてきます。で、私はこの日焼け止めを使ってるんですけど、これもオーガニックのオイルとか、全くケミカルが入ってないサンゴ礁にも優しい。ノンケミカル、サンスクリーン、シスクナプレ。メイドインマウイ。Basically, protect ocean, this sunscreen. はい。はい、じゃあクレイファンデーション塗ってきます。これがクレイなんですけども。これがクレイファンデーションです。はい。This is クレイファンデーション。She's gonna put on. ブラシに取って、She dipped in the powder and she tapped in the top couple of times. Okay. はい。で、鎖骨から塗るのが、リンパがあるので、ここの上から首の経絡を通って、くるくるくるっと上に乗せていきます。で、すぐに半分顔が引き上がります。Rolling.Only three, maybe three times, two, three times, and then immediately the skin getting lift up. Actually, the bone. Yeah. Wow, for real. Listen,
this? Do you guys see this? Do you guys see this effect? And the eyes getting more wide open. Yeah, it's a lift up already. Sugoi! Cheek also made by clay? Hi, cheek mo kore zenbu chikyu no natural no clay. All natural, handmade, 100% natural powder. This is also handmade by you. Hi, all organic ingredient with clay. So nice. You don't need cleanse. You don't need cleansing. Yes. Even when you sleep, you can put on for moist. Yes. Yes, yes, yes. I love this one. So, いつもゆきのさんは、クレームファンデーションを使う前はこれと、ファンデーションを普通のファンデーションを顔全体に塗ってたみたいなんですけど、このあざのとこだけ普段使ってたファンデーションをコンシーラー代わりに使ってもらって、であとはもうクレイファンデーションで素肌が綺麗なので同じように全部素肌が綺麗なんて言われたことないです。すごい綺麗ですよ。素肌が綺麗になったんですよ、このクレイファンデーションを使ってて。チークすると押してみます。アイシャドウ押してくれるって。それはまずいいですか、説明します。これも鉱物の色でできたアイシャドウなんです。鉱物マイカとか、それも土の中に入っている鉱物。はい、鉱物ゴールドフィンガー、カナダゴールドフィンガー。はい、これでイエーイ。あ、可愛くなりましたね。出てきました、はい、結構かかってたので、その後クリームをしていただけるんですか。はかかとと足全体、それもクレイですかね。これもクレイが入ってます。シッククレイクリーム on my feet、はい、はい、クレイ足湯が終わった。ツヤツヤのクレイクリームを塗ったツヤツヤの足です。そしてハンドマッサージをしたクレイクリームを塗った手もツヤツヤになりました。で最後に顔がじゃらーん、誰でしょう。ツヤツヤになりました。生まれ変わりました。私は誰。はい、じゃあ今日のセッション終わりです。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。クレイで緩まった後はゆっくり寝てください。あ、寝ちゃいました。She's already sleeping. Here, Yukiko is gone. Isn't she so beautiful? Yukiko さんが歩いていきます。この夕焼けをバックに。美しい乙女が行きます。ほっほっほー。 It's nice view。 あー、歌ってくれますか、私たちに。最近ウクレレを練習しているそうです。似合いますね。 Oh my god, so nice。今日は今日はありがとうございました。 Thank you so much。 受けてもらって、
I have a question for you. So how did you start このこのオプチュニティというか、何がきっかけでこのクレイの、セラピー、トリートメントを始めたんですか？私はもともとすごい肌が汚くて、高校で結構赤いニキビとか、ちょっといっぱいお菓子食べすぎて出てきて、で、まあ、肌荒れでずっと悩んでたんですけど、お化粧で隠したりとか、皮膚科に通ったりとかしてたけど、クレイファンデーションっていうのを友達が紹介してて出会って、でそっからそれは in Japan で、それははい日本の神戸で出会って、でその子が聖子ちゃんっていう、その子が今屋久島に住んでるんですけど、クレイを日本全国でこう広めてて、でそのワークショップを受けたのがきっかけです。ああと、すごい前なんです、その前にもクレイセラピーには出会ってて、まあ、それは自然治療院だったんですけど、飲んだことがあります。それが一番のクレイとの出会いで、クレイ、泥が飲めるのっていうのが一番の、出会いを始めて、クレイファンデーションよりも前に。なんでクレイはこう体を癒すっていうのを知ってますか？じゃ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 ん。質問です。クレイに関わってていいと思うことは何ですか？クレイを通して、まあクレイのパックとか、経験を通して結構受けてくれた人がキラキラの笑顔になって、私のようにそうですね、もともとね綺麗だったりする、いえそんなことないです、肌汚かったです、肌がすごい綺麗になるので皆さん本当に喜んでもらって、はい I'm so happy、 そう昔肌がそのブツブツとかなくなるって自信にもなるので、ありのままの自分を愛するようになるっていうのがいいなと思います。I think so too. じゃあ私からの質問です。はい。初めてクレイを受けてどうでしたか？クレイの初めて受けてすぐに効果が出て、次の日とか、てかもうすぐ肌がすごくもちもちで、って本当になんか今までいろんな化粧品とか使ってトライしたけど、やっぱりなかなか効果が現れるのが分からなかった、時間がかかる、でもこのクレイは本当にすぐに痛み分を次の日もそのままもっともっと自分の汗をかくしもないし、肌をきれいに見せようと思っては全体で3年を見てたくないので、それをしなくてもきれいに、それが何か効果がすぐ現れたっていうのが私の人生では初めての経験でした。はい、じゃあクレイを初めて受けようと思ってくれたきっかけって何ですか？もうそれはですね、一番初めに本当にユキコさんと出会った時に、これはクレイと関係ないところで出会ったんですけど、もうその第一印象が、この人の悩みってなんでこんなに綺麗なんだろうって、まずその第一印象、タヒチアンダンスも最近練習しているそうです。タヒチアンダンスかわいい。オーレイ、オーレイじゃないか。 Thank you、アロハ。